どうも、エル歌舞伎のエルウダです。はい、どうも、デロニアン氏です。ということでね、はい、石の卓球、うん、サンジャポ OK だが、泰造 NG ということで、泰造、杉村泰造との共演が NG ということで、サンデージャポンに出ることがないというようなつぶやきをしているということなんですけども、そうですか。あのね、まあ、あの要は杉村泰造さんが、うん、なんつうの、まあ、結構ね、厳しく、うん、薬物は一発アウト論者であると、うん、いうことで、うん、まあこういうツイートがあるんですけども、それ本当なのかね。杉村泰造でもよく言ってるね、俺が見るたびに、あ、その薬物は一発アウトにするべきなんですよみたいな、杉村さんが言ってる、うん、で石野卓球さんはツイッターの方で書いたと、サンジャパは OK 泰造 NG ということで、そこをぶつかってほしいけどね。うん、まあ ねやっぱ意見が相反する者同士が話してこそ、でも泰造さん的には一発 NG だから、逆に言うと泰造さん出れないわけですからね、石野卓球が出るときは。いや、石野さん関係ないからね。あ、そっかそっか、石野さんは関係ないから。あ、なるほどね、そこは、はいはいはい、そう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 、ね、そう、俺はそれが見たいけどな。まあね、一番なんか確かに、まあだこういう論調でね、うん、まあ、よくあるのは、まあこれは薬じゃないからちょっと 一列には言わないけれども、うん、だからあれだよね、だから宮迫さんが、うん、芸能界で復帰しなくていいじゃんっていう論調が結構コメント欄には多くて、はいはいはい、まあでもなんかこういろいろ考えた結果、僕もねこういうここで配信毎日やってこういうニュースをね喋、うん、ってていろいろ思うのは、いや別に芸能界でもいいじゃんっていうか、あの、まあ、特にまあ宮迫さんは YouTube で自分でやってるしっていうのもあるんだけど、うん、別に本人が結構いろいろ考えた結果、うん、たこ焼きも焼いたりね、ボランティアやったり、はいはい、でボランティアじゃ食っていけませんからね。その YouTube の中でも言ってましたけど、うん、お母さんかなんかやってるお店が宮たこっていうお店ですごい有名らしくて、はいはい、僕はそこで初めて知ったんだけど、はい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 、結局宮迫さん、そのいろんなコメント欄にさ、うん、あの周りの人みんな反対してるんでしょとか、蛍原さんは、うん、の意見を聞かずにやってるんでしょとか書かれてるけど、うん、そんなの当事者同士しか分からないことであって、憶測でしか言ってないし、ね、本人が結局やりたいっていう方向にしかね、うん、いけないわけだから、はいはいはい、別にそう表に出ることで復帰することもいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、それはまあ別に、うん、でもそれはよくさコメント欄ではよくあるよね、うん、これ一般の会社だったら一発でアウトなのに芸能界甘いみたいなさ、それよく分かんないよね。まあまあそこの会社はアウトになるだろうな、うんうん、そう、まあその会社はアウトになるだろうね、その会社はって、うん、まあはなんつうのかな、情報共有されるのかな、同じ業界だったらブラックリストみたいな思うよ。ああそういう感じなのか、それは横のつながりのある会社だったらあると思うよ、うんうん、なるほど、同じ業界だったらみたいな。まあそれで言うと芸能界も一緒だからね、芸人だって他の事務所に移籍できるのかとかね、例えば自転車のなんかサドル盗んだ芸人さんだから、うん、みんな芸能界じゃなくて、うん、例えばじゃあ、うん、なんだろうな、うん、会計士やってたんだったら、はい、八百屋やったっていいんじゃないのっていう、まあもちろんねっていうようなことなんだよ、うん、あの何をやったっていいわけだから、舞台女優とかいいんじゃないのとか、うん、舞台で食うとかっていうのは全然いいと思う、うん、そこがちゃんと OK になればってことよね、その本人たちの関係者が OK になればっていう、まあようなことですよね、うん、一応ホリエモンさんはどっちかというとあのその復帰 OK 派みたいで、うん、あのサンジャポにしがみつく杉村泰造っていうツイートをしましたね。あ、うん、逆にああのホリエモンがね、うん、だから、うん、杉村泰造さんと、うん、だから石野卓球さんがそういうところで話すっていうのがやっぱ一番エンターテインメントとして面白いし、まあ全部網羅してると思うよ。だからどっちかが、うんね、片方の番組だけ出て言いたいことを 言って、うん、で出ない時に言いたいことを言い続けるじゃ、うん、これじゃちょっとね、うん、もういいですよと俺思っちゃう。なるほどね、やっぱ2人がね。でもさ、それはさ、それは、うん、テレビの構造の話になるよね。例えばホリエモンがね、その YouTube でよく言ってるのは、うん、なんで俺テレビ出なくなって YouTube でやるようになったかってさ、例えばサンジャポ出た時に、うん、俺に求められる尺は長くて1分、いや1分もないと、うんうん、言ったら一言だと、だからいろんなことをはしょってパッと言うと、そうすると喋ってる途中に泰造とか入ってくると、うん、で結局言いたいことを言えずに次のコーナーに行っちゃうと、だから、うん、そこは構成でさ、だからそれこそ朝まで生テレビみたいなものがあればいいけども、なかなか今のテレビではさ、朝生は田原さんが切っちゃうから、いやまあそうなんだけど切っちゃうから、まあでも生放送であんだけ長い時間討論する唯一の番組なんじゃないの、逆に言うと田原さんじゃ切ってるけ ど地上波でだよ。他にあるサンジャポで打って1分でしょ。ウォッチャーとしてはね、うん、物足りないね最近は。あ、だからないでしょ、物足りない、そういうものは、ね、だからもうちょっと喋れる人出してくれよって思う、うん、あ、なるほどね、もうちょっと喋れる人、うん、若手はどう思うかとかっていう、うん、ちょっとそれはいいかなと思って、ね、うん、なるほど俺は、まあ、だから、うん、テレビではなくなっていくんだろうね、長い討論のものっていうのが、まあ、それが必然的にこういう、うん、そこところになっていくんだろうね、うん、そうね、いつか出るから嫌だってのは俺ちょっとダメだな、うん、まあでもいろんなものが含まれてんだろうけどね、まあ、で要は、うん、というよりはその一言でしかいけないみたいなのもあるからじゃない、
だからそこ構成とか言ってる。でもさ、それもそうじゃん。でもあとはさ、まあ卓球さんもだから本業が音楽だからってのもあるよね。言い返すものは歌でなのかもしれないし、とその指揮者同士だったらみたいな。でもほら、出るとは言ってるわけだから歌じゃないでしょ、その時サンジャポ。いやいや、サンジャポは OK だから、サンジャポが出てくれって言ってんだよ。あ、出てるな。卓球さん別に出たいって言ってない。出たいって言ったのか。そうそう、サンジャポに出ても OK とは言ってないのか。いや、サンジャポはいいけど、タイゾーは NG っていうツイートをしたという。だから自分から出たいって言ってるわけじゃないから、あっちから打診来てるわけだから。打診来てるわけ。そう、でもあいつが嫌だから出ないっていうのはちょっとな。まあでもいいんじゃない、別にそういう選択肢があったっていいじゃん。まあ、だって言われてる側だよ、自分が言われてて、まあ、いや、そういうのは、あ、杉村太蔵さんっていうのは石野卓球さんをすげえ批判してんだ。違う違う、あの薬物いあでもそのね、その直接はちょっと記事にはなってないけど、そうではないとは俺思って今話したけど、ね、一発アウトにしなきゃダメだっていう論調がまあすごいとでしょ、うん、いうことですね、うん、だから第三者じゃん、どっちも。まあちょっとわかんない、このニュースに対しての発言がちょっとこの記事にないから、かんない、なんか言ってる可能性がなくはないよね。こっちは見てんなっていうのはな。まあね、確かにそういうぶつかり合いみたいのが、まあ昔のテレビだよね、言ったら。なな、昔のテレビは喧嘩なんてね、あってもあったような気がするけど、工藤兄弟対坂本一成ですよ。まあね、あれはやってほしい。あれはまあガチの喧嘩かよくわかんないけど、ね、違うでしょ。上岡龍太郎さんが生放送中にプロデューサーに切れるんですよ。だからそういうのとかをやっぱね、こう見たいなって。今はできだって、それを水道橋博士が、あの私ね、あの小銭稼ぎのコメントやったらやめますっつって、その誰にも伝わらないっていうね、変な空気になるわけだから。なるほど、あれを全部説明できる、ね、尺が欲しいよね、って思いますよね。まあまあ、じゃあ地元徹さんでね、これね、まあその、僕ね、今日ちょっとトイレ、渋谷のトイレに入ったところ、ちょっとね、これはびっくりしたんですけど、貼り紙がありまして、トイレの貼り紙、トイレの中に、注射器などの在宅療養薬品、トイレ内に廃棄禁止ということで、注射器などを捨てていく人がいるということで、トイレなどに。たまにあるな、そういうの。あ、見たことない俺、個室トイレに持ち帰る。個室トイレっていうわけじゃなくて、俺あ、張り紙を見るってこと。張り紙で注射器捨てないでくださいっていう、そう。で、これがさ、だ僕もこれあのポスターをね、あのツイートして注射器は持ち帰りましょうって一応つぶやきましたけども、まあ注射器でね、僕あの昔バイトいたバイト先に、まあ、糖尿病の当時で40歳ぐらいのおじさんがいらっしゃって、で、まあ、その人が、まあ、休憩中に裏でご飯を食べた後に、まあ、打つんですよ。で、まあ、それはいいんだけど、そのうちのバイト先にすっごい可愛い女の子が入ってきたの、で、なんか当時モデル目指してるだかなんかで、で、もうお客さん、来るお客さん来るお客さんが、何なのあの子って言ってくる、何あの新しい子って言って、で、その子がどうやらそのおじさんはその女の子のことちょっと好きだったのかな、その子は10代なんだよまだ、で、その子が普段シフト入ってて裏でご飯食べてる時間を見計らって、自分の出勤じゃない時間にバックヤードに来て一緒にご飯を食べるっていうやつ。ほうほう。で、それちょっと気持ち悪いじゃん。まあね。で、まあね、それだけでもすごい嫌なの、ね、ちっちゃい部屋に2人きりになるから、まあまあまあ、それだけでも嫌なのに、その食べてる最中に注射打ってくるんですよっていうので嫌だなで、まあでもね、一言声掛けは欲しいな、声掛けも欲しいし、別にお前そこでやんなくていいだろっていう話なんだけど、でさらに言ってトイレでやるとな、いやそれそうよ、怪しいしな、いやまあまあそれは病気ってみんなしてるからいいんだけど、さらなる後日談があって、その女の子、お店の化粧品万引きしててクビになったのよ。何だよそれアウトレイジ全役に。そのや注射ってる親父はいいだろ。いや、しょうがねえだろ。お前、女の子が飯食ってる前で、嫌だよ、40の親父が注射だったら。嫌だよ。嫌だよ。それはマナー的に悪人ですよ、完全に。分かってくれよっていう。ね、万引きの方が悪いじゃねえか。そういうね、ことはね、ありましたよ。これ、注射器でね、だからそういう違法な注射を打ってる人もいるんですかね、中にはトイレの中で。いや、だからさ、渋谷のトイレ使えねえのムカつくんだよ。渋谷のトイレ、あ、コンビニとかで。コンビニ使えねえんだよ、ふざけんなよと思ってさ。結構、駅のトイレはね、どの線も結構綺麗ですよ。あー今ね、井の頭線の渋谷駅で俺たまに歯磨いてますからね。いやあれだからさ、でオリンピックだなんとかっていう時どうすんだろうね、貸すのかね、その時だけは。あ、コンビニ、どうなんだろうね。まあでも駅にはあるからな。あの、いや駅じゃ間に合わねえ、電車使わないか、駅じゃ巻き合わない、なるほど、間に合わない。でもまあなんかさ、中野サンプラザ、昨日中野でライブだったけど、サンプラザのちょっと裏の方に緊急時用トイレってのがあって、でそれはなんか閉まってたのよ。あれは、まあ、おそらく、まあ、俺はなんとなく災害の時とか用かなと思ったけど、ああいうのが全部解放されるのかな、その東京オリンピックで人が増えた。俺すごいやばい時なんて、渋谷ですっごいやばくて、もうこれもう外でするしかないと思ったところに、
個人でやってる居酒屋のおっちゃんがどうしたって言って声かけてくれて俺トイレ入ったんだよ。ああなるほどね、使わせてくれたんだ。ほんとにお腹壊したけ、ほんとに戻したくなった時にどうなるんだっていうね、まあそういうのありますから、ね、していいのかって話だよ。確かにね、そしてね、まあ、野村監督が亡くなったということで、野村克也さんが亡くなったということで、去年とか普通にね野球の試合とかでね、解説とかで聞いたような気がする。そうだよ、だってワイドナショーだってここ最近出たでしょ、2年前か1年前ぐらいに。あ 出, てた、ね、出ててさ、うん、ワイドナショーだからさ、あのダウンタウンナウに出てさ、あのまっちゃんが昔挨拶無視したから俺まだ許してないみたいな、でまっちゃんが別の番組で人違うと思うやけどなって言ってたけど、まあ当時のあのダウンタウンさんだったらあったのかなみたいな。あったのかなっていうのさっきを身にまとってるじゃん、オールバックの時。そこの誤解は解けてないのかどうなるかっていうのもあるんだけど、今日はねこれからあの松木芸能社事務所ライブバーガンディレッドで出るんですけど、ちょっと僕ねあのフリーペーパーの新聞もらってきて、あとちょっと前にねなんか分厚いネタ帳がね最近無印良品がなくなってしまったってこと言ったら、ちょっとありがたいのお客さんから差し入れで分厚いネタ帳いただきまして、分厚いネタ帳と昔のネタ帳2冊、フリーペーパーの新聞1冊、今読んでるフェミニズムの本1冊、それを持ちながら劇場の中歩いてたら、あのしゃもじのターニー君にどんだけデータ型なんですかって言われて俺野村克也 ID 焼き、俺引いて ID 漫才 ID 漫才ちょっとやっていこうかなっていうね、優勝しないとな。そう、俺あのダイアンさんのさ M1 決勝行った時のキャッチコピーが好きでさ、なんだっけ、月見草漫才って、あああったあったあった、大谷長島が輝くひまわりなら、俺はひっそりと咲く月見草あれあれで覚えた知ってた、もともと元々知ってるよ、それは有名なんだ。そうです、俺はダイアンさんで野球興味なくても、あの野球番組みたいなのが好きなのよ。なるほどね、チームプレーコンプレートはないけども俺はあれ好きよ、光と影、ああいうやつでしょ、あれいいよね、あれのね昔とかやってんだよ、あやつはチームプレーコンプレーよね、でもミノさんやるだろうね、チームプレーコンプレーだけは続けんじゃない。いやあれもミノさんの声じゃないと、俺ミノさん今やってる、やってると思うけどな、おいおいみたいな。あそうかな、俺でもやってるやってる、ってるだからここの配信でも言ったもん、あの本当のチンプレーはミノモンだからみたいな言った気するもん覚えて、あれもそうか、そうだよ、最近見てないな、いやだからすっげえたまに急にやるからちょっと見逃しづらいかも、ね、見逃しやすいよね。いや中居君が司会やってるやつはたまになんかね、あれはよくやってる、あザキヤマさんが野球好きなんだよね、あそれ好きてかやってたんだよね、全員好き、あそう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 、野球めちゃめちゃ球投げれるんだよね、あそうそう、この前見たらびっくりしたよ、なんか昔番組で言ってた高校野球行ってたよ、いやすごかった、で高校球児かなんかに投げさせて、おい急にスライダー反則だろみたいな言って、俺の中のザキヤマ像ちょっと崩れたけどあれそんないう人なんだみたいな。いや真面目ですからね、いやそれ知らないけど真面目です、会ったことないし、まあそうだろうけど、いや総合的な話を聞いたら真面目な人、ね、まあねいろんな話がみんなそうですよ、まあそれそうね、まあいろいろありますよ、のんべんくらりやってるやつはね、テレビ出れないもんですよ、ということでね、あの、みそのさんがあの島田紳助さんとのトーク後半をアップしたそうで、最近、で一応紳助さんがあのネットの匿名の悪口に対して、あなたの人生が腐ってしまうと、便所の悪口みたいなことやってるとあなたの人生が腐ってしまいますよと、芸能人はやっぱ打たれ弱いと、だから、傷つきやすいから優しくしてくださいと話したということを言ったということで、紳助さんはもういつまでたっても名言残すなっていうのが、ね、俺の中でめちゃめちゃありますね。便所の落書きたまに見て笑っちゃうやつあるけどね。まあねまだ公園でたまにトイレやったらまだ電話番号書いてるのあんだみたいな、笑っちゃうけどね、誰ね、しかもあれもう別に電話番号さ偽造でいいから、そうね、だから誰か迷惑がするけど、一回あれ電話 して、ちょっとそれここでリポートしますか、検証しますか、検証します、何に繋がったのか待ってみようか、ね、そうだな、そうね、便所の落書き電話するくんみたいな、電話してみた、してみたよくある YouTube みたいなあげましょう、まあといったところで、また明日お気になさってください、お願いします。